キンプリヘイヤ耀、仕様、パブリンズ、CM キャラクターに、CMO への階段を駆け上がる。キングプリンスへのメンバーで、アイドル界のトップスターとして知られるヘイヤ耀仕様さんが、P、P&G の消臭剤、パブリンズの新 CM キャラクターに起用されることが発表されました。 これにより、彼は CM 出演本数が急増し、いわゆる CMO の座に近づいていると話題となっています。平野さんの新しいテレビ CM パブリーズでこんなことも、平野くんのジャケット編、パンツ編は2022年7月16日から放送される予定です。 これに先立ち、彼はすでに4本の CM に出演しており、パブリーズの新 CM が5本目となります。これにより、彼の CM 出演本数ランキング入りが現実のものとなるかもしれません。パブリーズの新 CM では、平野さんが製品の魅力や使い方を紹介し、シリーズ化していく予定とのことです。 また、パブリーズシリーズにアイドルが起用されるのは2013年に解散したアイドリング以来ということでファンにとっても注目の瞬間と言えるでしょう。平野さんの CM 出演が発表されるとファンは大興奮しました。彼の名前やパブリーズがトレンド入りし、平野くんおめでとう。パブリーズ壊なきゃというコメントが多数寄せられました。 さらに、CM が5本目ということもあり、多くの人々が驚きの声を上げました。現在、平野さんが単独で出演している CM は、池田も反動の、液体ヒエス、ムヒアルファ X、ボシュロムジャパンのコンタクトレンズ、ボシュロムアクアロックスワンデー UV シン、厚生コスメポートのシャンプー、ジュレーム IP、キッコーマン食品の焼肉のタレ、我が家は焼肉屋さん、です。 日本モニターが7月1日に発表した2022上半期タレント CM 起用者数ランキングによると1位は俳優足田マナさんの15社でした。発表されているのは7社出演の8位までが公開されており12人が名前を連ねています。また2021年の年間ランキングで7位にランクインしたタレントも8社の出演実績があります。 平野さんは昨年から引き続き、液体ルファエック x の CM に出演しており、新たな CM キャラクターとしての起用が成功裏に進行中です。今後も CM オファーが相次ぎ、ランキング入りも夢ではないかもしれません。結論。平野紫耀さんのファブリーズ CM 起用は、彼の CM キャリアに新たな光を当てるものとなりました。 アイドル界のトップスターとして、さらに多くの CM に出演し、CMO の称号を手に入れることは十分に可能性として考えられます。彼のファンたちは、その成功を心から祝福し、パブリーズの製品にも注目が集まることでしょう。今後の平野さんの活躍に期待が高まります。